GoogleTag.cmd.push、ファンクション、はじめ中括弧 GoogleTag.display、Google, tag. Display, sp、アーティクル、アンダー t と終わり中括弧。日本サッカー協会は7日、来月21日に行われる期。チャレンジカップ2022のウズベキスタン代表。に向けた日本代表メンバーを発表した。日本。表 w 杯最終予選はダゾンで全試合生中継。いつでもど。 でも簡単視聴点1ヶ月無料を試し実施中、国内組。美の22人を招集ということで、フレッシュな顔。レが揃った、日本代表初招集となったのは瀬。総大阪所属のディフェンダー西尾龍也とディフェンダー瀬古歩夢、鹿島。トラーズ所属のミッドフィルダー荒木亮太郎、そして北海道湖。サドーレ札幌所属のフォワード小和剛の4人だ。森保一監。 は、彼らも含めた A 代表経験の浅い選手たちに、票の活動に慣れてほしい今後の成長につな、代表の戦力になってほしいという思いが、両、ともありますと語った。最近の日本代表では、外組の選手たちが中心となり、国内組で主力。になっているのは、フェンダー長友佑都やディフェンダー酒井宏樹、フォワード大迫優。 といった欧州から復帰した選手たちばかり、J。グでプレーしている選手たちに与えられ、チャンスは極めて少なくなっている。それで、序列はあるが、絶対ではないと話してきた森。監督は、選手たちの生き残りは、選手たち自身、パフォーマンスにかかっていると強調した。熊で、これまでの活動を基本に見ていきた。という姿勢に変わりはないが、 序列を崩すと。う意味では、経験の浅い選手たちが十分に割り、手入ることはあると思いますと代表経験の。異国内組の選手たちに期待を寄せた。練習数。時間はたっぷりありますので、練習でパフォ。マウスを見せてもらえれば、試合出場は自分。身でつかみ取ってもらえると考えていますがら。痩せ子を西尾小柏をはじめとした日本代表の。 酸素は、個で局面を打開できる力を持っている。選手たちなので、この力を思い切って発揮し、もらいたいと思いますと森安監督は語る。う。ベキスタン戦でアピールし、その後に再開す。カタールワールドカップのアジア最終予選。中国代表戦やサウジアラビア代表戦に向け、生き残りれる選手たちは出てくるのか、狭きも。 なっている日本代表定着への道を切り開く。内組のブレイクスルーに期待したい。取材。船木少良。